はい、皆さんこんにちは。今日はですね、唐揚げを作っていきます。唐揚げを作るときは、唐揚げ粉とかね、用意されてるものとか、まあ、小麦粉的なものを使うと思うんですけれども、そちらはですね、まあ、糖質制限から言うとちょっと NG なので、その代わりにですね、これを使います。おからパウダーですね、読んで字のごとくおからのパウダーなんですけれども、これね、炭水化物が 100g 中 54g って書いてあって、ダメじゃんって思うんですけども、よく裏を見るとですね、炭水化物っていうのは糖質と食物繊維なんですけれども、ほとんどね食物繊維なんですよ。その50何 g 中 49.9g 食物繊維です。 100g 中糖質 4.5g なので、おからパウダーはですね、全然使って大丈夫なものですね。これを衣にしてやっていきたいと思います。早速いきましょう。はい、じゃあいきます。すでにですね、鶏肉に味をつけてあります。お好みのね味をつけておいてください。今回醤油と生姜ですね。で、卵で、さっき言ったおからパウダーですね。はい、じゃあいきましょう。こっちからですね、でも30分ぐらいしかつけてないんですけれども、それぐらいでもね十分味つくと思います。卵絡ませて、で、おからパウダーをですね、普通につけていきましょう、ね。まあ、多すぎるとちょっと焦げてしまうかもしれないので、うっすらでいいと思いますね。はい、で、今回ね、油で揚げていくんですけれども、温度はね、あんま高いとダメですね。まあ、菜箸入れて、まあ、ちょっとプツプツ出てくるぐらいの、まあ、ちょっと低めぐらいがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあいきますね。じゅわり、皆さんお家で唐揚げとか作りますか？僕はね、ほとんど作らなくて、もう唐揚げって言ったらですね、スーパーとかのお惣菜で買うのがメインなんですけれども、結構ね、ああいうところで買うと衣厚かったり、なんか竜田揚げっぽくなったりするってね、より衣が多くなっちゃうので、糖質もね多めになってしまうと思いますので、自分で作れたらね、それが一番いいと思います。唐揚げなんてね、言ってもそんな作るの面倒くさくないですからね、鶏肉にどれぐらい味を染み込ませるかっていうのと、その味をどうするかっていうのそれぐらいなので、なんで作れるのであればお家で作った方がね、全然糖質カットできると思います。はい、そろそろね、いい感じに焼けてきたので揚げていきたいと思います。ちょっと見てください。結構いい色じゃない？これとかほら、これとかも唐揚げっぽくない？見た目すごいよね。でね、本当にね、これおから粉細かいので、すぐ焦げちゃうんですよね。だからね、結構低温でじっくり揚げていくっていう感じになると思います。うん、大丈夫そうだね。揚げていきましょう。よっ、ほいー、次、ほいー、あー、うまそうだ、やーべー。はい、こっちもドーン。はい、どんどん来ますよ、ほら、ほい。揚げてるところなんですけども、もう待ちきれませんので食べちゃいましょう。絶対うまいからね、こんなの。一口でいくよ。最初にもね、言った通り、もともとそんなにね、糖質制限的に気にするメニューではないんですけれども、まあね、やっぱり、いっぱい食べたいっていう時にはね、衣の糖質量も抑えた方がいいと思いますので、ぜひね、このおからパウダーを使って唐揚げ作ってみてください。というわけで、おからパウダーの唐揚げでございました。唐揚げは最高ですね。マヨネーズ、糖質制限的に全く問題のないものなので、ガンガンマヨネーズつけてね、食べてほしいなと思います。おからパウダーの唐揚げでした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンより、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。